ハンスン条約とは、1885年1月9日に、日本取市朝鮮の間で締結された条約。ハンスンは、朝鮮の首都で、現在のソウル特別市、後進政変後の日朝間の講和を目的に、締結された。日本、川前圏大使は、井上薫、朝鮮、川前圏大臣は、金光州であった。交信政変に関する条約は、他に、 日本が新国と締結した転身条約がある。竹添新一郎井上薫金公衆メレンドルフ。後進政変の発生と失敗によって、在反寸中殺公使、竹添新一郎は、在留法人と公使官員を、二川の日本人居留地にまで退避させるとともに、朝鮮政府に対し、在反寸日本居留民への朝鮮民衆と、新国軍の暴虐及び、 二川へと退避しようとしていた、講師一行が、朝鮮人と新国人に攻撃を受けたことに対する抗議文を中流新国軍、朝鮮政府双方へ発した。朝鮮側は、日本講師が、クーデターにおいて、金玉金ら独立等の行動に、積極的に加担し、六大臣暗殺等にも深く関与していると、疑っており、講師が自編時に、朝鮮政府への通達なく、 兵を引きて応急に入ったことを強く非難した。これに対して、竹添講師は、朝鮮国王による使、非使駅、エの、親筆書きと玉璽の押された証書を示し、自身の行動は、保護を求めた国王の要請に基づいた、正当な行動であったと主張した。双方の事件認識は、このように大きく食い違っていた。後に、朝鮮側から日本側が、 正当性の裏付けとして示した親筆書きは、独立と一派が偽作したものであり、無効であるとの反論がなされたものの、辞任は、神聖なものであることが認められた。政府の頭越しに、無断で王宮に入ったことは批判されるべきことでは、あったが、これによって、追求は後退した。両者は互いに、自身の正当性を主張して譲らず、平行線をたどるばかりだったので、 問題の解決は、全権大使として派遣された、井上カオルガイ無教の手に委ねられた。日本国内では、講師や日本軍が、クーデターに関与した事実は伏せられ、新国軍の襲撃と居留民が惨殺されたことのみが、大きく報道されたこともあって、大調、大臣主戦論的な国民世論が醸成されていた。自由党の機関紙『自由新聞は、我が日本帝国を代表する、 公主館を焚き、残酷にも、我が同胞なる居流民を虐殺した清氏を許すことはできず、中国全土を武力で蹂林すべしとの論人を張り、福沢諭吉の時事新報も北京に進軍すべしと主張した。東京横浜毎日新聞や郵便放置新聞も、また申国の日を報道した。自由党の本拠地高知県では、片岡健吉が義勇兵団を組織し、 日本各地で抗議集会や追悼集会が開かれ、日本陸軍主流や薩摩罰も派兵に向けて動いた。当時の日本の軍事力、経済力では、新国との全面対決は回避すべき、無理難題であることは、政府部内において一致する共通認識であった。1884年の暮れに、軍艦三隻、二個大隊の陸軍兵を護衛につけて、半数入りした。 井上外務卿は、日本政府のクーデターへの関与を否定した上で、日朝両国関係の速やかな修復が何よりも、関与であるとして、双方の主張の食い違いをすべて棚上げにし、朝鮮国内で日本人が害されたこと及び、日本公使館が消失したことという明白な、事実のみを対象に交渉を打結することを提案した。交渉に参加したのは、日本側が、 井上全権大使、随意の井上武史参人議官、朝鮮側が、左議政全権大臣金公衆、ただ主弁通り交渉通商事務我問、長平行、同教弁、パウルゲオルクフォンメレンドルフラであった。金公衆全権は、最終的に、井上の提案に同意し、1885年1月9日、朝鮮国王の謝罪、日本人死傷者への保証金、 日本公使館再建費用の負担などを定めたハンスン条約が締結された。新国政府は事件の知らせを受けると、総始国としてハン族国朝鮮の内乱を調査、処理する名目で、北洋副大臣の五大長をハンスンに派遣した。後は、随員40名、護衛兵250人を率いて1月1日にハンスン入りし、日朝交渉を監視し、朝鮮政府に情報を説いたが、 井上、金の両前剣は、日朝間の問題に、新国が溶解することを拒んだ。鉄平問題に関して、井上前剣は、日清の二国間交渉に場を移すこととした。第一間朝鮮国は国書をもって、日本国に謝罪を表明すること。謝罪施設としてジョアやアメとドイツ人外務顧問のメレンドルフが来日した。第二間日本国民の被害者遺族並びに負傷者に、 対する、見舞金、及びボートに略奪された商人の貨物の補填として、朝鮮国より11万円を支給すること。人後自返事よりも被害者数が膨大になっているので、その分積み物裏条約よりも増額されている。第三関磯林隊を殺害した犯人を捜査、逮捕し、まさしく処罰すること。積み物、裏条約の例に倣って、20日以内の逮捕が、訳されている。 第4管日本公使館を再建する必要があるので、朝鮮国が代替の土地と建物を交付し、それに充てること。また、修繕、改築費用として、朝鮮国は2万円を支給し、公費に充てること。当初は再建費用4万円を要求していたが、朝鮮側が減額を望んだので、井上が既存の建物を改修して用いるという修正案に改めた。 第五観公使館護衛兵用の兵営は、新しい公使館にふさわしい場所に移動し、住物、裏条約第五艦の規定、すなわち、兵営を設置、修繕するのは、朝鮮国の役目とするを、改めて確認したもの。ありがとうございます。